ミュンヘン再保険は、ドイツミュンヘン本拠を置く、再保険を中心とした保険サービス企業。損害再保険、生命再保険を中心とする。参加のエルゴは、元受け保険や、アセットマネジメントも取り扱う。フランクフルト証券取引所に上場している。1880年に、エアフルト生まれの銀行家であった、カール・フォン・ティームによって設立された。八百九十年、 カールを含む関西役会のメンバーは、ドイツ保険作用手のアリアンツを創業した。同年ミュンヘン再保険は、ロンドン支店を開設、1892年には、アメリカ合衆国に進出した。1906年のサンフランシスコ地震の際、ミュンヘン再保険は、すべての保険金請求に支払いを行った、唯一の企業となった。第一次世界大戦の影響及び戦後の、 ハイパーインフルにより、ミュンヘン再保険は、開善前との比較で資産をに、3へ減じた。カールは1921年まで、ミュンヘン再保険の会長を務めたが、戦艦期の混乱の中、ビルヘルム・キスカルトがその後を継いだ。一方、1924年まで、ビルヘルム・フィンクが、ミュンヘン再保険監査役会議長を務めた。 第二次世界大戦時は連合国市場を喪失した。エベルハルト・ライニングハウスが占領軍を受け入れながらミュンヘン再保険を再構築した。1950年にライニングハウスが没するとアーロイス・アルツハイマーがミュンヘン再保険のリーダーとなった。また、1954年からは後日のホルスト・ヤンロットが見習い弁護士として入社したが、 最終的にカールに次いで CEO を長く務めた。1970年代半ばには再保険事業の収益性低下が顕著となり、ミュンヘン再保険も1977年に初めて損失を計上したが、ドイツ国外での収益の伸びが補い、1989年時点で収益の約半分が国外事業となった。1996年にアメリカン例を買収した。 ドイツ再統一後、欧州の資本市場の統合及び丸くだかに伴い、アリアンツをはじめドイツ企業の機関化が進行した。それまで、ミュンヘン再保険とアリアンツは株式を持ち合う関係であり、ミュンヘン再保険はアリアンツから再保険を独占的に受注していたが、1990年代以後は価格競争のもとに置かれることとなった。エルゴが2001年からグループ企業となった。 エルゴの前身は、ビクトリア・コンツェルンである。元会長に、エドガー・ヤン・ロットがいた。ミュンヘン再保険は1997年に、エルゴの主要株主となっていた。エドガーは1999年まで、エルゴ会長を務めて、これをグループとする準備をなした。エドガーの兄、ホルスト・ヤン・ロットは1969年から1993年まで。 マックス・プランク研究所の評議員であった。また、ホルストは国立労働銀行の重役でもあった。2002年のミュン返済ン保険の年次報告書の中で世界の大都市の災害リスク指数を公表し、東京、横浜を世界の大都市中、特に災害リスクの高い都市と発表したため、日本の観光庁で話題を呼んだ。2012年、 太陽光発電事業者を対象とする性能保険の発売を開始した。参加のエルゴはアリアンツに次ぐ第2位の賞味保険料を計上しているが2016年にミュン返済ン保険は大規模な合理化を発表した。アセットマネジメントは同じくグループ企業のミューニックエルゴアセアンジェメント GMBH で取り扱っている。日本では1912年に 初めて損害保険の再保険契約を締結し、1967年に東京駐在院事務所を開設、2010年に生命再保険の保険業免許を取得し、東京に日本支店を開設した。2017年7月、損害再保険でも保険業免許を持つ総合支店となった。日本支店は東京にある。ありがとうございます。